さあ皆さん、こにゃにゃちわの時間がやってまいりました。こにゃにゃちわでございます。今回はですね、なんと7月30日に、ね、キャスティングのライブをやるんですよ。7月30日の、ね、10時から、ね、皆さんこにゃにゃちわっていう感じで、YouTube でこの、僕のキャスティングだとかね、そういうのが流れるんです。僕は皆さんのためにですね、作り上げた、皆さんのお子さんのためにですよ、これね。4フィート、まあ約1メーター20センチ、小学校1年生、5歳、6歳、7歳ぐらいの子、平均身長的なロット。うわ、軽い。しかもグリップ細い。そう、子供用にですね、お子様用にですね、グリップも細くしてみました。ねえ、もうこれだったらもう小学校1年生前後の子でもバッチシでございます。ね、そして 4.5 フィート。ね、ちょうど小学校3年生ぐらいの平均身長というところでしょうか。もっと小さい子もいますしね、もっと大きい子もいますけどもね、4.5 っていうところでございます、ね。4フィートっていくつなのって30センチかけてください、ね。そうするとね、30センチずつ変わってくるとね、これは15センチぐらい長くなります。いやー、これちょうどいいね。5フィートちょうどですね。女の子なんかにはちょうどいいですね。ほら、手が小さい私でも大丈夫。そう、バッチリですね。この辺のロットを持っていただければ、私もう少し背が高いのよって言って徐々に長くなってきます。これお姉ちゃんにもお母さんにもね、彼女にもドンピシャじゃないですか。今まで彼氏のやつ使ってたらすごい重たくて投げづらかった。うわ、これなら片手で振れるっていうのがね、出てまいりましたね。もちろん大人の方用にもちゃんと残しておいてありますから、価格もね、非常にお安くできております。スコーピオン XV、ね、何が違うって、ほら2ピース、ね、ですから車の中にも簡単に入れることができます、ね。これはお父さんお母さん、ね、そして彼氏と彼女、ね、おいいじゃん、ベイトもあるんだこんなの。おこれ今ここだと分かんないんだけどさ、表に持っていくとこに赤いな、見えねえな、いやいや、すごいんだよ、この X 状のね、線がね、かっこよく映るの。これがスコーピオン XV でございます。ボートも出そうかと思っております。ボートを出してですね、ボートの上からこんなスパーンって投げることをですね、皆さんにお見せします。生でね、生ライブでございますから、皆さんにどんどんこう書き込んでいただいたりね、いろんなことができたりなんかすると思います。ほら、ベイトもですね、あそこでお見せしたいと思っておりますんでね、7月30日、ね、10時からですよ、いいですか。皆さんキャストがですね、もっと上手くなりたい、ね、ライブ中ですからね、いろんな質問をしていただければですね、これをこう言って、ああ言って、ああ言ってというの、いろんなことをやりたいと思いますんでね、はい、SNS と YouTube でね、バッチリ告知しておりますのでね、キャストを見飽きたい君、見てちょうだい。